三草山の戦いは、自称8年、樹英3年2月5日、張馬国の三草山における、源義経軍と、平助森軍による戦い。平安時代末期の内乱である自称、樹英の乱の合戦の一つで、一の谷の戦いの前哨戦である。樹英3年正月末、兵士追悼の戦時を受けた、源の乗より、源義経率いる源氏軍は兵士が拠点とする。 福原を目指して出陣した。2月5日に、摂津国に入ると、東西から挟み撃ちにするために軍勢を二手に分け、王手を攻めるのりよりは、西国街道を絡めてを攻める吉経は、丹波炉を進み、2月7日が矢合わせとなった。一の谷を目指して、丹波炉を進軍する吉経を迎え撃つため、平士法の平助盛平有盛平忠房、 平諸もろもりらが、はり国く草山の西に婦人する。義経は東方二陣を取り、源平両軍が三里ほどの至近距離で退治した。丹波との国境に近い三草山は、交通の要所であると同時に謙遜な山と深い谷に囲まれた軍事的要所の地であった。兵士の荘園の地であったと見られ、兵士に地の利がある、この場所が防衛拠点として選ばれたとみられる。 平家物語、三区合戦の段によると、義経は、土井真平を呼び、今晩幼稚をかけるか、明日の合戦とすべきかを問う。田代家者のぶが進み出て、明日の合戦となれば、平家の軍勢は増すので、数の上で有利な今、幼稚をかけるべきですと進言。義経はそれを受け入れ、幼稚を決行するべく、民家に火を放って進撃した。を予想していなかった。 兵士軍は武具を解いて休息しており、源氏軍の夜地に慌てふためいて敗走し、あっけなく、源氏軍の勝利となった。スケモリ、アリモリ、タダフサは、高砂より回路で、八島に渡り、諸森はかろうじて福原の兵士本体へ戻っている。三草山中腹より南方を望む、兵庫ツーリズム協会三草山。2020年6月14日閲覧。 加藤市観光協会3区佐さん。2020年6月14日閲覧。ありがとうございます。